ダメージしている髪の毛をより結合を新しく増やすことによって、質感に関してはとにかく軽いです。還元剤、そのエセスを切ると、で、加強っていう部分はトリートメントとか、それが一つで済むっていう。システインさんがある髪の毛、ダメージしている髪の毛をより結合を新しく増やすことによってストレートにする、またはカールを作るっていうところの材料となるっていうところが、一つデザインの幅だったりだとか対象になる方が多くなってくるんじゃないかなと。仕上がりの柔らかさ、手触りのソフトな感じ、これは特にエイジング世代にとっては、復活したっていうような印象も与えられるので、喜びにつながるんじゃないかなと思ってます。毛先の部分ですね。ここの部分に対しては、やっぱり、ブロック材を使ったとしても、例えば二液をしたときに、やや、酸化が進んで硬くなるような仕上がりっていうのもあるんですけど、そこの部分に対しても、いわゆる、グアニルシステインが乗った上で、二剤を、することで、再結合、SS の再結合を作るというところになりますので、柔らかな質感として、毛先を作っていける。質感向上という意味においても、利用価値はあると思います。還元剤って切るだけじゃないの？みたいな。どういうことなんだろう？これ、俺騙されてるのかな？みたいな。それぐらいの、衝撃というか。今まではどうしても、別で考えてたじゃないですか。やっぱ還元剤、その SS を切ると。で、加強っていう部分はトリートメントとか、それが一つで済むっていう。で、それが同時に行われるっていう。すごいなっていう。どういうことだろう？みたいな。質感に関してはとにかく軽いです。触った時のソフトのふわっとした質感が出るので、ドライヤーでドライイングした中で根元からふわっと立ち上がるような形状であったりだとか、毛先の乾かした時に揺れ動くような質感っていうのは出るんじゃないかなと思います。とにかく根元からの張りとか、あとはそのご来店された時の髪質がダウンするというよりも、本当に上がる、軽く上がる、軽く仕上がる。質感的にとってもこう、ふわっとした状況になるので、本当に柔らかな、綺麗な髪になったなっていう実感はあるんじゃないかなと思います。